のプロ野球選手宇藤右内ゴダード高等学校時代は、高校スポーツを取り扱ったザ誌シライズマガジンで2006から2007年にシーズンのカンザスベースボール、プレイヤーオブザイヤーに選ばれる。また、この時のチームメイトに、ローガン・ワトキンスがいる。そして、彼は、ウィチタ州立大学の小学生として、オファーを受けて進学する書類にサインした。 2007年の MLB ドラフトで、ワシントンナショナルズから40名指名を受けたため、大学進学を断念しプロの道へ進む。入団後は、毎年マイナーの階段を登っていき、ベースボールアメリカのプロスペクトランキングで2010年には38位、2011年には72位で、ナショナルズの中では2位という高評価を受ける。2011年12月に、 ジオ・ゴンザレスとの1対4のトレードで、トム・ミローン、ブラッド・ピー・コック、A.J. コールと共にオークランド・アスレチックスへ移籍した。2012年6月21日のロサンゼルス・ドジャース戦で、打撃不振の性保守、カート・スズキに代わって、スタメンマスクを被り、メジャーデビューを果たす。スズキが、ナショナルズに放出されてからは、ジョージ・コッタラスと併用された。 同年は60試合に出場し、打率こそ、201と低かったが、16本の長打を放った。また総塁面でも、能力を発揮し、盗塁を5つ決めた。守備面では、5失策を犯して、守備率、989DRS はプラスマイナス0で、あった。なお、この年は得点圏では、339と非常によく打った。 2013年は、正保守格で使われ、98試合に出場した。打撃面では、打率を、246に上昇させ、長打面でも、11打席に1本のペースで長打を放った。また、代打企業にも強く、代打本塁打を3本記録した。守備面では、失策を3つまで減らして、守備率が、995まで上昇したが、 DRS ではマイナス6に終わるなど、良い面と悪い面が混在した。2014年は、聖保守を務めた。また、この年自身初めて、オールスターに選出されている。同年は、打撃面で開花し、127試合で打率、270を記録。本塁打でも、自身初の2桁本塁打を放った。守備では、DRS マイナス3、あ、 リーグワースト5位のパスボール8つを犯すなど、成長したとは言い難い内容だった。2014年12月18日に、ジェシー・ハン、RJ ・アルバレスとのトレードで、セス・ストレークと共にサンディエゴ・パドレスへ移籍した。2015年4月10日のサンフランシスコ・ジャイアンツ戦では、アンヘル・パガンからガムを投げつけられ一触即発の場面があった。 2016年12月2日に、ペドロ・アビラとのトレードで、ナショナルズへ移籍した。2017年3月15日に自由契約となった。その後、3月25日にタンパベレーズと契約した。6月24日に、ウィルソン・ラモスが60日間の故障者リストから復帰したことに伴って、ディエフェとなった。6月26日に自由契約となった。 2017年12月5日にデトロイトタイガースとマイナー契約を結んだ。2018年開幕前にタイガースを自由契約となり、4月14日に独立リーグアトランティックリーグのシュガーランド、スキーターズと契約した。ありがとうございます。